私の名前は竹永美咲。どこにでもいる社会人だ。家に帰ったら彼氏の俊介に何を作ってあげようかな。昨日作ったかぼちゃのバター煮の残りをアレンジしちゃおうかな。彼氏の俊介とは大学生の頃に知り合った。何度か食事をして意気投合、順調に交際を進めて今は同棲生活をしているというわけだ。おお、このかぼちゃのポタージュうまいな。美咲は料理が上手だな。こんなにうまいと食べ過ぎて太っちゃいそうだよ。そのポタージュ、実は昨日作ったバター煮の余りを使ったんだよね。へえ、工夫で余り物を無駄にしないで済むのはいいね。といった感じでとても楽しい同棲生活を送っている。同棲生活を始めて1年ほど経過したある日。ちょっと真剣な話がある。急にどうしたの？仕事から帰ってきたばかりなんだから早く着替えてゆっくりしたら。実はさ、ちょっと会社から転勤の事例が出ちゃってさ。俊介の転勤の話には心底驚いた。でもいい機会だと思って私は仕事を辞めて俊介と一緒に転勤先へついていくことにした。ついでと言っちゃうとあれだけど、この流れに乗じて入籍もしちゃったんだよね。俊介には不満もないし、入籍できて万々歳って感じかな。結婚に際して私と俊介は話し合いの場を設けた。話し合いのテーマは子供についてだ。私はすぐに子供が欲しかった。それを俊介に伝えると、それじゃあ子供ができるまでの間は美咲に家事を任せてもいい？それはもちろん、家事だけじゃなくてパートタイムでも働くよ。サンキュー。そうしてもらえるとこっちとしては仕事に集中できて助かるわ。結婚生活も同棲時代と同じようにきっとうまくいくはず、そう思っていた。でも美咲、このポタージュスープってひょっとして昨日のバター煮を再利用したやつか？うん、そうだよ。結婚する前も同じ料理方法で褒めてくれたでしょ。だからまた作ってみようかなと思ってね。はあ、料理の使い回しはやめてくれ。仕事で疲れて帰ってきて使い回しをされると気持ちがブルーになる。私としては使い回しじゃなくて有効活用だと思っているんだけど。同棲時代はかぼちゃ以外にも残った肉じゃがをコロッケにしたり、カレーの余りでチャーハンを作ったりしても怒らなかったじゃん。他にも唐揚げが余ったら卵とじにしてカツ丼風にして出したことがあったよね。その時俊介が言ったこと覚えてる？いや全く。カツ丼風唐揚げを食べた俊介は、これめっちゃうまいじゃん。残り物をリメイクしてこんなにうまいものを作れるなんて料理の才能ありまくりだね。いやー、こういうことお付き合いできているなんて俺は幸せ者だな。とかなんとか言って絶賛してたじゃない。それがどうして結婚した途端に残り物を使うなっていう主張になっちゃうの？はあ、恋人の頃と結婚後の生活は違うんだよ。料理を作りすぎて余らせているなら次の日の昼飯にお前が食べればいいじゃないか。とにかく俺は残り物なんて絶対に食べないからな。残ったものを有効活用すれば節約になるから良かれと思ってリメイクしているっていうのに、ちょっとわがまますぎじゃない？あとこの際だから言っておくことがある。この洗濯物の山はなんだ？どうして洗濯を2日に1回しかやらないんだよ。2人だけの生活で1日じゃ洗濯物がたまらないんだよ。だから2日に1回の洗濯ペースがちょうどいいの。それに同棲時代なんて洗濯は3日に1回って時もあったよ。楽をするなよ。これからは毎日ちゃんと洗濯をすること。いいな。別に楽をしたくて2日に1回の洗濯ペースにしているわけじゃないって言ってるでしょ。同棲時代は、さっきから同棲時代同棲時代って同棲していた頃の話を持ち出すのは単なる逃げでしかないぞ。やめた方がいい。こんな結婚生活やだ。どうして同棲していた頃の優しい俊介からこんな風に変わっちゃったの？私もう俊介との結婚生活を続けていく自信がないよ。はあ、美咲、それって俺と離婚したいってことか？結婚してからまだ1年経ってないじゃないか。こんな短期間で離婚なんてしたら恥ずかしい思いをするのはお前の方だぞ。短絡的に離婚なんて言葉を発するのはやめた方がいい。こういうことを言う人じゃないと思ってたんだけどな。私人を見る目がなかったのかも。俊介と喧嘩をした日の夜中、俊介と一緒に生活を続けていると間違いなくまた料理を含めた家事全般に文句を言われることになる。だから書き置きをしてひとまず実家に帰ってしまおう。私は手紙に今後のことをじっくり考えたいと記して結婚指輪を手紙に添えて、俊介が仕事へ行った隙に実家へ戻った。突然実家に帰った私を
両親は温かく迎え入れてくれた。ちょっと俊介と喧嘩になっちゃって。人生は長いんだ。結婚すればそういうこともたまにあるだろう。お前の気の済むまで家でゆっくりすればいいさ。美咲、ちょっと疲れているんじゃない？お風呂にでも入ってきたら？その間にあなたの好物を作っておいてあげるわよ。私が実家に戻ってきて数日後、俊介が血相を変えて実家にやってきた。美咲さんがあまりにも甘ったれた考え方をしていたから、少しきつい言い方をしてしまったんです。今後はもう少し余裕を持った接し方をして、妻としての美咲さんの成長を見守っていきたいと思ってます。いやいや、どうしてそんなに上から目線なんだよ。私は娘を甘えん坊に育てたつもりはないぞ。それに君の転勤先という見知らぬ土地へ嫁いで行ったんだ。娘なりに覚悟を決めて結婚したと思っているが、私のこの考え方は間違っているかい？娘のどんなところが甘ったれだったのかお聞かせ願えないだろうか。例えばなんですがね。俊介は私に対する不平不満をためらいなくお父さんに述べ始めた。一生懸命働いて家に戻ってきたら、前の日のかぼちゃのバター煮を再利用したポタージュスープが出てきたんです。こんなのが出てきたらがっかりするでしょ。疲れている夫にお風呂の料理を出すなんて甘え以外の何者でもありませんよ。それで他には？他にも肉じゃがとかカレー、それに唐揚げだって同じように。なるほど。前日作った料理を翌日に出したことが原因できついことを言ったというわけか。今君がした話を君の両親にも聞いてもらった方がいいだろう。話し合いの場はこちらで手配しよう。その場で今回の喧嘩の件を片付けることにする。いいね。わかりました。俺の親にも俺が正しくて美咲さんが間違ってるってことを認めさせてみせます。数日後、お父さんが向こうの両親との話し合いの場をセッティングしてくれた。俊介は相変わらず使い回し料理は甘えだと主張してきた。親父とお袋もおかしいと思うだろ。俺が正しいよな。お前は一体何を言ってるんだ。おかしいのはあんたの思考回路だよ。残った料理を無駄にしないように工夫している立派な美咲さんにあんたはなんてことを言ってるの。母さんの言う通りだ。手抜き？甘え？違うだろ。限られた予算内で美味しい料理を振る舞ってくれているんじゃないか。家事だって美咲さんに全部押し付けておいて、お前のその言い草は断じて容認できんな。うちの息子が君に対して大変失礼な物言いをしてしまって本当に申し訳ない。美咲さん、ごめんなさい。頭を上げてください。今回の件で気持ちが完全に冷めました。私はもう俊介さんとは離婚するつもりでいます。残り物をアレンジして怒られるなんてことを繰り返されたら、ストレスでどうにかなっちゃいそうですもん。ちょ、まあ。俊介は何か言いたいみたいだったけど、俊介以外の全員が離婚に賛同してくれた。その後、私は俊介と離婚した。結婚生活は半年足らずの期間だった。自分の見る目のなさには落ち込んじゃったけど、開き直って離婚したらすっきりしちゃった。仕事も決まったし、これからはバリバリ働くぞ。さんで待って、昨日作っておいたカレーの残りで今日はチャーハンを作っちゃうもんね。料理のことで誰にも文句を言われない生活って最高だね。ご視聴ありがとうございました。また見てね。